はい、こんにちは。ともチャンネルガジェット通信の時間がやってきました。今回はね、 Chromebook で Android アプリを動かすためのアプリっていうとなんかちょっとおかしいんだけど、最近出た Chromebook では Android アプリに対応してる機種がこれから出てくるというね、アナウンスはもうすでに始まってます。だけどこれから順次対応していく機種の方がまだまだ多いんですよ。それでそういったね、昔の初期の Chromebook とかね、そういったものには逆に対応してないので、そういった Chromebook でも Android のアプリが使えたらいいなという人のために、このアプリがあります。というかね、もともとは Windows でね、 Windows の Chrome 上で Android アプリが動かせるようなアプリなんですよ。だからもう Chromebook じゃない、元は Chromebook じゃないんですけど、まあでもね、これがだからあるっていうことで Android アプリがね動くかもしれないというものです。まあ全てはね動かないです。で、逆に言えばもう、なんだっけ、Android の開発なんとかってね、必要なプログラムがあるんだけど、それを必要とするアプリは動かない。あとは、通信じゃないな。なんか動かないのは結構ある。でね、その中で、ファイル関係に関して、いじるものに関しては動かない、要は正常に動作しない、そういうものありますね。で、これはちょっとね、概要欄の方に URL 載っけときます。通常の検索では多分出てこないと思いますね。で、とりあえずこれはこのページに来てもらって、アプリをねインストールするっていうのがここにありますので、それをインストールするとアプリとして Chromebook で利用できます。はい、でね、インストールしたのをここに今置いてありますんで、これをタップすると Android ではね、こういった Chromebook ではこういった画面になります。はい、でここにね Add Your APK ってね、アプリケーション、これは Android の方のファイラーでアプリのプログラム自体を引っ張り出せるものがありますんで、それを使ってアプリのねプログラム本体を Chromebook の方にダウンロードというかね、入れておく必要があります。で、私もね、もうすでにアプリケーションをねこうやって Chromebook の方に入れてありますんで、これを起動したらそいつを使っていきます。使い方は簡単で、ここのねアプリケーション追加するよっていうところを押してやって、それでここのね APK ファイルってやつをクリックしてやるだけ。まあ例えばね、私がちょっと使えるかどうかなっていうのでやってあるのは、今ちょっとこれをタップしたところですね。このテキストエディター、まあもともと Chromebook にもこういったテキストエディターあるんだけど、まあ使えるのかどうかっていうテスト的にちょっと入れたものなんですよ、これね。で、これをまあ多分この辺の設定分かんなきゃ分かんないんで、そのままでいいと思うんですけど、こう下の方まで来てテスト、ここにテストっていう文字があるんだけど、これを押してやるだけで、前回ちょっとこれを入れてあるんだけど、これを消しますか、どうしますか、でキャンセル、そうすると残ってますんで、次から次へとアプリをとりあえず
読み込んで置いておけば、次は簡単にね、立ち上げることができます。で、今回これを今立ち上げたんだけど、はい、現状で打ち込むことができます。はい、日本語も十分入ります。ね、こういった感じでね、編集はできますが、だがしかし、保存をねすると、これ多分ね、アプリの方でデフォルトで Android の本体直下のフォルダー群がもうすでに作られている状態というかね、あるだろうという前提でこれが出てきます。で、何が言いたいか、要するにこの Chromebook にはその状態のフォルダーがないので、これをもし保存した場合、 Chromebook はね、そこにたどり着けないんですよ。まあ、標準であるファイラーではその作られたフォルダーを探すことができません。なので、こういったね、こうテキストを作ったものを保存することができないんですね。だからできない、要は作業できてても保存ができないっていうアプリが結構あります。だけどこれも今 Android アプリでダウンロードしたのをこっちに持ってきてね、動かすことができるんですけど、これはゲームです。こういったゲームはね、遊べるものと遊べないものがあるんですけど、これはもう一回ダウンロードしたら通信も何もしないみたいで、これずっとこうやって遊べます。ちゃんと音も出ますね、これね。こんな感じでね、もう全く使えるものもあるし、全く起動しないのもあるし、使えても保存ができないものがある。まあ、そういったところでね、この ARC ウェルダーっていうのはね、万能じゃないんだけど、まあ動いたらいいねっていう程度のアプリです。まあ、この辺はね、使ってみて入れてみて動作するのか確認してみないと何とも言えないんですけど、遊び程度に入れてみればいいのかな。もし動いたらラッキーだなといったところで、今回のアプリの紹介を終了したいと思います。よかったらチャンネル登録の方お願いします。ではまた。